三谷三宮松谷宮,宮松10月23日から1959年1月10日は、日本の内務官僚、区内官僚、愛党家。山形県西田川郡鶴岡町に、省内藩市、三谷明の三男として生まれる。東京府立第4中学校、第1高等学校を卒業。1907年7月、東京帝国大学法科大学読法科を卒業。 同年11月に高等文館主権行政課に合格し、文部族を経て内務省に入省。岐阜県事務官、福井県事務官、奈良県警察部長、三重県警察部長、宮城県警察部長、京都府警察部長、福井県内務部長を歴任し、1918年に給職となった。1920年、警察講習所教授に任じられ、内務所帰還。 内務参事官、内務監察官を務めた。1924年9月、朝鮮総督府刑務局長に就任。在任中の1925年6月に、法典省刑務所所長、ウチンとの間に、法典省等変動での朝鮮独立運動の取締りを法典側に委任する密約協定が結ばれた。1926年、提出林野局長官に就任。 1932年9月に特色罪で起訴されるが、1934年11月に無罪判決が下された。1940年に定出林野局長官を退官。以後、横浜賞金銀行監査役、ネズ美術館館長、帝国ホテル監査役などを務めた。1946年10月、公職追放となる。 1959年1月10日、死去。去年79墓所は、鶴岡市の本教寺。開名、総称院伝日光東霊大古寺。ありがとうございます。